はい、おはようございます。社畜です。よろしくお願いします。前回あれか、毒で死んじゃったところからですね。そしたら花田までは飛ばしそっかなって。あ、お月見山抜けます。はい、抜けました。これでね、やっと花田行けますよ。前回この辺りで、花田には着きそうだったのか。この辺でピカチュウ消滅しましたもんね。どうしようかな。もう花田行きましょうかね。影分身使えば多分勝てるんで。はい、じゃあ、行きましょう。レベル、上げる？いっか。あ、危ねえ。危なかった。ちょっとポケ戦行かないとね、負けた時やり直しになっちゃうんでね。はい。じゃあ、かすみんとこ。あ、土佐金とからか。行きましょう。はい。で、てんてんてん。君なんて、私で十分。そうかな？それは、どうかな？うわ、ブス。ブスではないか。エロいな。いやー、ガーデンショックでいいか。ピカチュウ版のトザヒントエロいな、なんか。どうせつつくだもんね。あ、よし、ラッキー。はい、勝ちましたね。あ、レベル上がらんのだ。はい、オンスポーン。君はポケモンになれるのにポジション持ってる。うん。あれ、あ、なんかちょっと違う。セリフで連打して飛ばしちゃったけど、行くわよ、マイステディってアニメのセリフだね。霞だけなんか今、押されてるのでしょ？まあ、影分身積みます、もちろん。まあ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 。まあ、ずるい技なのは知ってるんですが、もうそういうことをね、言ってたらピカチュウでは勝てないですね。しかも、じゃあ全然当たるやん。しかもこのピカチュウね、雷の石使えないんで、4回積んだら攻撃しようかな。うん、もういいでしょう。いいね。あ、ディフェンダーね。ここで傷薬使っときますよ。なんかすごい今更だけど、マイステディって、ステディって何語？ん？ステディ聞いたことねえな。はい。お、当たるんかい。めっちゃウケる。バブル光線一撃で死ぬんじゃん、これ。硬くなる。アホがいるぞ。よし。しびれんか。まあ、引ってくれりゃいいものを。お、急所いいね。強い。はい、勝ちました。いいね。影分身使えば余裕だよね。お疲れ、かすみ。私の負け、しょうがない。私に勝った証拠に。アニメ版のかすみ戦は、なぜかピカチュウ使わなかったよね。確か。はい。ああ。じゃあ、あ。はい。
ここで不思議種もらえるけどいりません。はい、不思議な飴取ってきました。じゃあライバル戦行きましょうかね。てててて、るるるるるる、あ、パワハラか。いつも残業だからちょっと見慣れないな。てれんてん、なにそのポーズ。あ、鬼スズメか、そうか、よかった。じゃあ影分身しようかな。いや、なんかビジョンだったら砂かけだりーなって思ってたら鬼スズメだった。6も受ける。3回で割っとけよ。よし、避けよう、避けような。うん、はい、行きます。ああ、6、外れた。なんでよ、なんで電気ショック外れてあっち当たるんだよ。影分身してんのに。3度やばいじゃん。結局砂かきあんじゃん。はい、あ、まあ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 、危ねえ。砂かきはマジでだるいぞ。あ、それなら当たってもよし。え、14受けた。マジか。あ、マジかっていうか、睨みつけるされてんのか。あー、うぜえ。睨みつけるがうぜえな、これは。次は、ここだったね。いや、必殺マイバーはやられるか。ああ、もう、クソが、また金を失ったな。まあ普通に勝てそうでしたね。運悪かったな、普通に。はい、では気を取り直して、影分身ね。鳴き声もだるいぞ、やられたら。このおじにスズメがだるいな。うわぁ、サンド戦でだるいことになるんだって。やば、睨みつけるもんけだよ。どうしよっかな。レベルも上がらんし。全部避けてくんないと困るよ。やあ、ああ、まあまあまあ、うわ、待んでよ。いいよ、いいよ、急所連チャン。どうせ次コラッタか。そんでどうしようかな。いや、避けるの信じてやるか。いや、ナイスすぎる。スバラだ。叩きつける。うわぁ、悩むな、これ。結局、素早さ高えから、電光石火じゃなくていいな。うん。威力重視でいきましょう。
イーブイね。あれ？あれ今なんか全然与えなくなかった。バグった。え？なんだ？な今。はい、勝ちました。はい、はいはい、自慢落と自慢落つ。行けばいいだけなんだから、そんな自慢しなくたってね。はい、じゃあ行きましょうかね。はい、ゴールデンブリッジ。でんちゃんちゃらんらん。チュンチュルルンルルルルルンルルルン。はい、じゃあ二人目。あら、かわいい。よし。じゃあ、3人目倒しましょうかね。タンパン小僧。ここだったら嫌なのよな。はい、やりました。でんてれれんてれれれれん。ヘロヘロもうダメ。そう、4人目は私よ。はい、かわいい。はい、いや、しょもう PP 足んないんでね、戻ります。はい、じゃあキエ倒します。はい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 。マンキー、マンキーなんか憎たらしい顔してるな。強っ。いや、強すぎない？ダメージがやばいな、ほんと。はい、おめでとうと。ロケット弾な。労働時間何時間ですか？あと年間の休日教えてください。場合によっては入ります。はい、あ、いいじゃん。しかもしびれたね。はい、はい、ほんと強えなって。はい、あ、人影ね、もらいます。穴切るか。うん、まあ秘伝要員でね、もらっときますね。で、次が岩区かかな。右斜め上では、どうしよう。カイヤムシ、
嫌な音、恐ろしいな。うん、いいね、いいね、はい、あ、いいじゃん。これなら、あ、忘れた、これならいけるのでは。全然当たんないな、見て、かわいそう。あ、そんなことなかった。よし、はい、やりました。やるなぁ、でしょ。はい、ミニスカートね、出た。彼氏のニドラを使っている予想。うわ、二度蹴りか。HP やべえな。また戻んなきゃいけないのこれ。めんどくせえ。やられようかな。わざとやられるのはありですね。はい。いいよ。調子悪い。そう。いやー。いやー、行こう。うん。まさき人気だね。4体。勝てるかな、これ。いいよ。いいね。やりました。あぶねえ。負けてもよかったけど、やられたな。強かった。はい、じゃあ戻ってきました。この彼氏をやっつけましょう。僕はボーイスカウト、彼女はミニスカート。1万オッズ。何そのポーズ。徒競走の走り出しみたいなポーズしてますね。めっちゃ急所当てんな。はい、はい、君は本当に弱いな。てんてれてんてれれれれんれとほほ。変なポーズしてっからだよ。はい、一応ね、地球投げ使う可能性あると思ったので取っときますね。ではこの子で、はい、悔しいわって、頑張って捕まえ、かわいいポケモン、かわいい。この謎のピカチュウ版の謎の草めちゃくちゃ可愛いな。どこ向いてんだろうあれ。顔めっちゃ光ってんな。太陽。はい。あ、よかった。ポッポ。うん、で、謎だったね。叩きつけるはやっぱ安定しねえな。ほい、よし、いいですね。悔しくないもん。そう、てててて。じゃあ、当てきます。あ、でもここあれか。ピカチュウのすげえ顔が見れる。あー、かわいい。
ハテナではねえよな。ポケモンなんでしょ、一応。ポケモンとくっついてしまったってどういう状態なんだろうな、見た目。あ、ここ。ああ、違うな。次のが確か結構変な顔するんだよな、ピカチュウ。はい。うん。驚きすぎ。はい。うん。船のチケットね。あ、はてなか。あの顔じゃねえんだ。ああ。ああ、かわいい。はい。まあ、ということで、千葉行きましょうかね。はい、じゃあ、こっちから倒そう。なんだい、俺に何か用？あいつ自分で見つけてきても、なんか用って言ってくるから、こっちから話しかけてやりましたよ。強いな。急所でお願いしたい。ナイス。狙ったね。狙ったか。どうしよう、普通に。勝てなくね、これ。12も受けたし。ああ、終わった。ふぅ。まったくなぁ。勝てねえな、あれ。どうしよう。影分身積むしかないか。ふぅ。渋いなぁ。ちょっとこの女の子からやりますね。付き合ってください。はい。ポッポ3体の子か。レベル上がってくんねえかな。上がらんか。どうしよう。鬼すずめ電気ショックで倒して。HP 満タンでいくのか、影分身を鬼スズメで積むのか。まあ、ここで影分身でしょう。いやー、やば。当たったらもう終わるな。紙切れじゃん、もう。あ、まあ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 。こんぐらいでいけるでしょう。あ、いいね。頼むよ。よし。とりあえず避けたね。3分の1いけ。あ、よし。必殺前歯だったらやばいぞ。あー、危ねえ。危なかったー。ここでこのラッタ強すぎるよな。こいつ、売られた喧嘩に負けたって言われた。この人本当理不尽、あいつ。やれやれだ。はい、じゃあね、3ターンの5を置いて、ライバル倒しましょう。あと、のしかかりが欲しいね。のしかかりを覚えさせます。これで行きましょうかね。てってんてん。パワハラコンジュール。おやおや、こんなところで。お前は本当影響40種類。いや、ほんと面白いな。
40種類捕まえたはほんとすごいんだよな。じゃあもうちょっといいメンツ揃えようよ。手持ちも5体だしね。今鬼スズメで40種類集まるんか。まあ嘘ついてないか。今ホラッタで40種類集まる。ラッタにもなってなくて、サンドもサンドパンにできるだろう。ああ、のしかかりのおかげでだいぶ強いな。いいわ。いいね。あら。ほら。なんかライバルは余裕でしたね。テレテンテレテテテンフンでしょう。ヤゲーの名人ね、会いに行ってきますよ。はい、ということでヤゲーにもらったのでマチスのとこ行きましょうかね。先に引き換え券もらうか。あ、出た、発情期ピカチュウ。ピカピカーって今までで一番嬉しそうな声してたな。こっちはつまんない話を聞かなきゃいけないというのに。よし。ではね。はい。ということで、マチスで、いきます。こっから、ウェルカムトゥー、クチバシティ。こっから、ジムのレベル上がるんですよね。ピカチュウ版は。手持ちライチュウだよね、確か。はい。強えなぁ。でも、3レベル差か。10万ボルトか。強い。強えな。28も受けんのか。いやー、しかもライチュウだからな、急所当たりそう。まあこれも影分身で対処動くしかないね。避けろよ、そろそろ。スピーダーは別にいい、元から帰るからね。避けないね。避けないか。うわ、もうきついこれは。そんな避けない。やっと鳴き声を一回避けた。メガトンパンチ、メガトンパンチやばくない。ちょっとやられそう。うわ、鳴き声か。鳴き声もだるいぞ。うわ、こんな当たることある。あ、よかった。じゃあそろそろ給食来そう。うん。ああ、怖い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 。怖い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 。メガトンキックはもうマジで。え、なんで当たんのだから。うわ、あ、返し飲んだ。給食でもギリいけんのか。あぶねー。なんでよ、だから。百発百中じゃん。給食出しまった。そろそろ避けてよ。あ、よしよしよし。こっちもそろそろ攻撃しましょう。え？え？いけると思った瞬間負けた。はい。ということで負けました。もう、メカトンキックかよ。はい。まあ、ということでね。まあ今回はこの辺で終わりにしようかな。次回マチス戦からやりたいと思います。まあちょっと運悪かっただけだと思うんでね、普通に同じやり方で勝てると思っております。では今回もご視聴ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。バイバーイ。